この世を守るやつ、その名はガッチャマン、科学忍者隊ガッチャマンファイター。ゴー！空を飛び地を駆け海を走り、未来に輝く道開く、頼むぜガッチャスパルタン、我らの平和を取り返せ。行け行け行けガッチャマン、今日も大空駆け巡る、今日も地球を駆け巡る、おーガッチャマン。機動艦隊一気に入場区に攻め入るのだ。エゴボスラー伯爵の秘密を暴露し、ギャラクターの指揮権を奪い取ったケンペラーは、国際科学技術庁殲滅の野望を実現せんと大機動艦隊を出動させた。無論このことを察知せぬ科学忍者隊ではなかった。めちゃくちゃな数だ。ふざけたマネを、正面攻撃のつもりか。イーストコーストで迎え撃つしかないな。その通りだ。すでに入場基地には市民の緊急避難命令が出され、沿岸一帯には国連軍が配備されつつある。平和のシンボル入場区も今や決戦場となるのね。戦いの前に干渉は禁物だぞ、ジュン。干渉じゃないわ、ギャラクターへの怒りを改めて感じてるのよ。見てろ、叩きのめしてやるぞい。戦いの前に任務がある、市民の避難を援助するんだ。はい、メカの整備は完璧だ、頼んだぞガッチャマン。行くぞ、出動する。はい、ケンペラーの動きに注目していたのはガッチャマンたちだけではなかった。伯爵、ケンペラーめがいよいよ動き出しましたぞ。あやつ調子に乗りよって。ここで一つ手柄を立て、ギャラクター内部の地位を不動のものにする気だろうが、そうはさせん。エゴボスラー、望み通りの鉄獣メカを用意したぞ。ケンペラーと一戦交えるのもよい、だがそれだけでお前の地位が回復すると思うな。ガッチャマンを打ち破ってこそ真の指導者と仰がれるであろう。戦いに勝ち抜いてみよう、エゴボスラ。ケンペラーと私は計りに駆け寄って、だがこのまま言いなりになる私ではないぞ。伯爵、出動だ。各メカ分かれて避難民に協力するんだ。ジペ、行き先は分かってるのか。分かってるさ、セントマグダラ島だろ。よし、この島に留まると言って聞かないのです。しょうがない連中だ。早く隠れるなよ。待った。あんた誰よ、何のつもり。みんな急いで避難した方がいい。
余計なお世話よ。さあそこどいてちょうだい。ダメだよ。ここはもうすぐ戦場になるんだ。死にたいのか。大事に育てた花をほったらかしていけるかい。嫌だよ。リタを締める気か。みんなお姉ちゃんの言う通りにするんだから。お前の言うことなんか聞かないぞ。いたぞ。世話の焼ける子供たちだ。もう逃げられっこないよ。しょうがねえ。みんな諦めな。一件落着。よかった。さあ早く。今度会ったらただじゃおかねえからな、バロー。気の強い女の子。どうしてこんなところに墓標が。各地区の避難まもなく終了します。これで市民を戦闘に巻き込まずに済む。二足前進、相勝ちいっぱい。エンジン停止。何事だ。どうなってるんだ。バカな、こんなバカなことが。全艦浮上せよ。久しぶりだな、ケンペラ。貴様。メカンドル、エゴボスらに寝返ったか。寝返ったのはお前の方ではないのか。言い寄せておけば、エゴボスら、お前はもはやギャラクターの指導者ではない。そのことを思い知らせてやる。さらばだ。撃て撃て。貴様との決着はいずれつける。今日のところは氷山と遊んでおれ。に手を貸すつもりか。なぜだ。なぜ奴らは動こうとしない。レーダーの故障でないことだけは確かだ。奴らの進路ははっきりこの入場口に向かっていたのに、どうなっとるんじゃ。消えた。どういうことだ。長官、不気味だわ。とにかく油断は禁物だ。こうなったら奴らの出方を待つだけだ。こちら陣兵、島の人々は全員乗船し移動を開始します。 G45 は護衛につきます。了解。敵の動きに異常が見られた。奴らは先ほど消息を絶った。じゃあここに攻めてくるとは限らないってわけか。なんだい人騒がせな。好き勝手に人を採出しやがって、何もかも見通してるような口聞いたくせに。今の段階ではまだ敵の狙いはつかめてない。島の人々は予定通り南方80キロの入り江に集めておいてくれ。了解。作戦の条件は全て整いました。そのようだな。鉄獣メカバリギャラを出動させろ。はっ。我々は海の底で見物するとするか。
な竜巻には国際科学技術省も対策があるまい。いかにも奴らののた打ち回る姿が目に浮かぶようで。ガッチャマン。進行方向はどうやらギャラクタンの狙いはセントマグダラ島を通り入場基地を破壊することにあるようだ。ではこの竜巻は奴らが人工的に作り出したものに違いない。見ろ、ギャラクタめ、ムカつくぜ。剣行くぞ。真下前、竜巻は上陸した時莫大なエネルギーを費やす。その時ガッチャスパルタンの最大パワーで叩く。入場基地を守るのはそれしかない。わかりました、沿岸にて待機します。ジンペイ戻るんだ。ガチャ、奴らが入場基地を明け渡すのも時間の問題だ。リタがいない。他の4人もまさか。マリア孤児院のものですが、うちの子供たちの姿は見えないんです。探してください。緊急事態発生。子供たちがいなくなった。そうだ、きっとセントマグダラ島に戻ったんだ。セントマグダラ島、竜巻の通過地点に近いわ。どうしよう。決まっとるぞい、救い出すんだわ。ここはどうする。入場基地は崩壊するぞ。子供たちを放っておくことはできないわ。答えは一つしかない。幸い入場基地民は避難を終えている。町は破壊されても復旧できるが、子供たちの命は取り返すことはできない。セントマグダラ島へ急ぐんだ。わかりました。いいなんて思ったこと一度もないぞ。親も兄弟もいなくたってたくましく生きてきた。この舞い散る花びらは君たちのお父さんやお母さんの涙なんだ。死んだんじゃ花のお父さんやお母さんたちが悲しむぞ。さあジンペイ急げ。
俺たちはニュージョークに戻る。すぐ来るんだ。全世界のギャラクター支部に打電の準備だ。ニュージョーク占領は時間の問題ですな。ガッチャマン、竜巻は明らかに人工的な気象条件を作り出して発生させたもんだ。いいか、よく聞くんだ。竜巻の回転方向は台風と同じ左回りだ。ガッチャマン、ガッチャスパルタンで右回りの竜巻を作り消滅させるんだ。わかりました、長官。いよいよ来たぞい。行くぞ。ラジオユナイト、ガッチャスパルタン。スパルタン合体完了。ジェネレーターをレッドゾーンまでアップして竜巻の腹の中に突っ込む。竜巻の回転と逆方向の回転の竜巻を作るんだ。なるほど、パワーとパワーの対決ってわけか。そうだ、行くぞ。ライダの正体は奴だ。デルタパワーアップ。ガッチャマンセンサー、カーキーポーハイパーシャッター。エゴボスラ様、鉄銃が。ガッチャマン、よくもよくも恥をかかせてくれたな。じゃあな。アバよ。
入場騎士は辛くも守られた。だが悪魔の吐く息はますます黒い。正義の戦列を打ち固めよ。戦い抜け科学忍者隊、世界に平和の花園を築く日まで。ついにギャラクター本部発見。発進するガッチャマンたち、その隙をついて総攻撃を加えるエゴボスラー。必死に防戦する南部長官は一気に宇宙パルスの謎に迫らんと自ら鉄獣メカに飛び込んでいく。次回ガッチャマンファイター崩壊ガッチャマン基地をお楽しみに。